そうですね、卒論頑張ってください。大丈夫です、死ぬ気でやれば1日でできます。死ぬ気で集中すれば1日でもできます。いや、嘘ついたな。いや、ちゃんと資料を調べといて、参考文献に全部目通しておけば1日でできます。そうだ、参考文献の目通すのが一番近かったな、僕卒論は。文章全然書けたけど、僕が学生時代、参考文献しっかり確認して、ページとか、その、ソースを貼らなきゃいけないのが、あれが一番しんどかったな。そう、参考文献めんどくさいんですよね。わかりますね。もう逆に僕ほどね、あの、教授職に、あの、なるような人間からすると、その参考文献探すのが一番楽しいんですけどね。あの、こういうやり方もあるんですけども、その分野にある程度詳しいのであれば、話の大筋をすでに自分の中で組み立てて、あの、レポートではなくてエッセイ風に組み立てておきながら、あの、それに書いたことに無理やりその、辻褄が合う参考文献探して、それを、あの、ここを参考にしましたって無理やり指し示すっていう、ちょっと、あの、ご利用し的なやり方はあるんですけどね。これをね、今僕が教えたってことが、あの、他の教授にバレたら僕速攻でボコボコにされるんで、今のは、聞かなかったことにしてください、ウィンクウィンク。ウィンクウィンク。ちなみに僕はまあ、しょうがないからそれはギリギリ許しますね。やったらね、バレますよ。正直。やってんなーってなりますよ。結構こじつけ戦法は、やってんなーってなるんですけどね。ある程度はね、しょうがないなって部分もあるので。大体教授の皆さんは目つぶってます。ま、頑張ったし許してやろっかって感じで、大体教授の方々は許してくれますね。That was a wink. You guys said, I just closed my eyes. That wasn't a wink, so see. That's a wink. That's also a wink. コピペはバレるよ。当たり前。コピペはバレるよ。コピペはさすがにバレるよ。でも僕さ、考えるとあってさ、これさ、Wikipedia のコピペじゃんって言ってさ、会社、この Wikipedia 自分編集したの僕ですって言われたらどうするんだろうね。どうすればいいんだ、僕、その場合。その場合って、どうなるの？僕、どうしたらいいんだろうってなる。